本目の動画20万回とかポンって再生されて、その後いろんな人からこうメッセージが中国語でバーッと来るようになって、やって何か反応があることがものすごく嬉しくて、みんなのためだったら20代の全ての時間捧げますぐらいの勢いで、まあ、簡単に言うと、まあ、そういう会社の方向性が合わなくなって、そこから離脱する時に中国で頑張って貯めてきたお金とかそういったものが全部なくなったっていう。テレビ清水俊博のハッシュタグ仕事好きリーダーたちの思考法。今回の仕事好きマイスターも中国ネット社会で最も影響力のある日本人と言われる山下智博さん。前編では中国で話題になったきっかけや山下さんだからこそわかる観光事業の可能性をお聞きしました。後編ではどのようにしてその思考法を得たのか、ライフチャートを使って聞いていきます。ということで、前編では中国の状況がどうなっているのか、バズらせるにはどうすればいいのかっていったあたり、本当に面白い話、今後の可能性も含めて聞いてきたんですけど、はい、こちらの方ではライフチャートを使って、これまでの人生、どうやって中国でそんな認められるようになったのか、今後何をしていくのかっていったあたりを聞ければと思うんですが、はい、ライフチャートとは、これまでの人生を振り返ってもらい、心の充実度の波とターニングポイントを見える化してもらったものです。上へ行くほど充実度が高く、中心の線を下回るとマイナスなんですが、山下さんのライフチャートは30歳までは平坦ですが、その後大きく上下しています。一体どんなトラブルがあったのでしょうか。どーんと、なんとも言えないこうカードを書いていただきましたけど、まずお子様時代30までちょっとプラスだけどみたいな感じですけど、小樽ご出身。小樽、はい、北海道の小樽市出身で、高校までは小樽にいたんで、楽しくしてましたよ。楽しくはしてたんですけれども、高校ぐらいからクラスの中心の中に少しずつこう入れなくなっていって、はい、暗黒期が訪れては来るんですけれども。なるほど。まあでも大学行ったりとかしていく中で結構楽しく過ごせていたんですけれども、まあ、はい、中国に行った時の振れ幅の方が大きいので、それまでのことっていうのは今考えてみるとそんなんでもないなっていう。なるほど。まあでも本当に芸術とかを志せたりしてると変わり者扱いをされたりみたいなことがあったんですか。そうですね、俗に言うサブカルクソメガネみたいな感じで、変わってるねって言われると一番嬉しいみたいな、独特だよね、面白いよねって女の子に言われるだけで、あ、一週間幸せなみたいな。なるほど。変なものとか、誰かが好きにならないようなもの、みんなが好きにならないようなものを圧倒的に好きになるっていう、まあ、ちょっとそういう変わった趣味思考があったので、まあ、相当面倒くさかったですよね。まあ、そういう意味では好きなように生きてきて、30の時ですかね。手前ですね。30の手前で、人生初のモテ期というのが、ドーンとこれから上がるタイミングが。そうです、そうです。はい。これまでは非モテだったってことですよね。非モテですね、はい、完全にね。一時的にね、ラッキーパンチというかね、はい、あったりはしたんですけれども、まあでも中国に行ってから、1本目の動画20万回とポンと再生されて、その後いろんな人からこうメッセージが、中国語でバーッと来るようになって、こんなに人に必要とされたことなかったんじゃねえかって思うぐらい、僕はどちらかすると中国の人たちは日本のことが嫌いだっていう、なんかそういうメディアの報道を見てると相当敵対関係があるかなと思ってたし、僕がいた2012年でちょうど尖閣諸島の問題で大規模なデモが起こった年なんですよね。まあ、僕がいて1週間ぐらいでそのデモが起こっちゃって、まあ、最悪な時に来たなと思ったんですけども、その中で前半お話しした通りアホなことやったらみんなそれを認めてくれて、おまわりさんこの人ですとか、まあなんかいわゆるこうそういうネット上のいじるいじられのコミュニケーションが生まれて、すっごく自己肯定感生まれたんですよね。あ、俺生きてていいんだなと思ったのがもうちょうどその時だったんで、その時はもう訳が分かんなくなるぐらいランナーズハイみたいになって、毎日動画更新するんですけど、もう全然疲れを感じないみたいな、やって何か反応があることがものすごく嬉しくて、みんなのためだったら20代の全ての時間捧げますぐらい勢いで、もうほんと相思相愛になれた瞬間だったので、それが僕の中で超良かったですね。はあ、もう絶好調ですね。絶好調ですよ。高いすぎますもんね。もう僕が1万何千人いるようなイベントのステージに出ていった時に、はい、わーみたいな、はあ、なんかすごいことになってるみたいなのがあったのがその時だったんで。SNS でそのバズった後に、そういったこう、登壇をお願いされるみたいなのは、もうダイレクトメールが来るようになってる。そうですね、それこそあの BB 動画とかで投稿してたので、はい、日本でいうニコニコ動画がやってるニコニコ超パーティーとか超会議とかあるじゃないですか、それがビリビリ版みたいになって、まあ、そういうところのメインゲストで呼んでもらうような感じがあったんで、その時とかは人生変わった感じですもんね。人生変わりましたね。得難い体験をさせてもらったんで。SNS は僕結構すぐバズったんですか。2012年に向こうに行って、バズったのが、まあ、1年ちょっとぐらいですね、で本格的にバズり始めたのは2014年の年末とかだった、2015年とかだったので、まあ、それまでは耐えてたというか、いろんな人とコミュニケーションしながら中国を勉強したりとか、まあ、中国のカルチャーとか
勉強したりみたいなところだったんで、ただやっぱ僕もね仕事辞めて、はい、中国行ってくるわ、はい、みんな辞めとけ辞めとけっていう中で行ってきますみたいな、うんうん、行った手前、はい、帰れないです。なるほど。まあ再就職するにしても、はい、中国語話せたら潰し聞くだろうっていう頭もあったんで、せめて中国語話せる前までにはちょっと帰れないなっていうのと、うん、一応3年間全力で中国でなんかやって、うん、結果が出なかったら帰ろうっていうか、まあ、そのぐらいのお金しか貯めてなかったんで、うん、3年間何もなかったら帰ってまた別の仕事しようというか、自分がパフォーマーというか表に出る仕事を全部やめて、うん、裏方に徹しようっていう、うん、まあ、そういうような挑戦期間を定めてたんで、2012年から15年までで結果出なかったらパフォーマーとして引退しようと思ってたんで、うん、そしたら2014年の年末にギリギリポンってバズって組がつかなくなりましたまあでもここまでのバズり人気になるっていうのはそこもやっぱり想像はできてなかったんですか？そうですね、そこまでとは、うん、これは1万人とか言ったらやったって感じで思ってたんですけど、うん、一瞬で100万人超えてたんで、あ、もう中国数すげえって思いましたし、それでこうね人生初のモテ期をまあ謳歌する状態だったのが、35歳のところでドーンと中国でトラブル発生ということで人生初のマイナスにこれを落ち込みますけど、いやそうですね、これは今となってはいろんなところであるあるなのかもしれないですけど、中国側で一緒にやっていたパートナーと方向性が点で合わなくなってしまって、はい、でも外国人なのでそういう、こう中国の方の会社に所属していないといろんなものがうまくいかなかったりとか、結局その人の言うことを聞くしかないような状態になってしまって、なるんですけれども、もうこっから先は結構生々しい話になってしまうんですが、僕がいた会社が中国で投資を受けてたんですよね。でこの投資家もお前がいるから投資するみたいな感じで投資を受けてたんですが、もうここの会社にいても僕は発展できないなと思ったんで、この会社もう辞めたいと、はい、ちょっと一回こう関係性も全部清算しましょうと、で投資家には申し訳ないけれども、はい、今から言ってもスケールしていかないと、うん、だからちょっとこれ関係性全部清算しましょうとなった時に、うん、パートナーはいやもうそういうのいいからと、うん、会社潰すとか私したくないしみたいな、うん、あんたがどうなろうと私は知らんみたいな感じになって、まあ、結構生殺しみたいになって、はいはい、まあ、最終的にはまだまだちょっと生々しくて関係者まだいるんで、ね、言えないことがたくさんあるんですけどまあ簡単に言うと、まあそういう会社の方向性が合わなくなって、そこから離脱するときに中国で頑張って貯めてきたお金とか、うん、そういったものが全部なくなったっていう。なるほど。で誰も信じられなくなって絡みこもっていうのがこうなんです。まあでも、まあ、一応抜け出すことは一応それでお金等々大変なことがあります。そうですね、はい、抜け出したってことがあるんですね。そうですね、はい、そのまま中国に残られたんですよ。あ、だからそのタイミングで、うん、まあ、ちょうど日本に戻ってきたっていう感じですね。うん、日本でもほら DJ 社長さんとかが、はい、自分も高くて契約内容全然見てないのに契約して、はい、後からいや俺のこれが使えないのかみたいなでトラブルって結構 YouTuber あるじゃないですか、うん、はい、それみたいなもんですね、はい、そういうのことが起こってしまって身動き取れなくなって、まあ、もうゼロ感だっていう感じになって、でいや今まで積み上げてきたものが、まあ、ゼロにはならないですけども、なんかいろんなものがちょっと使えなくなったりとか、精神的なダメージがめちゃめちゃ来ちゃいましたね。その時は特に中国の法律ですしね、うん、いやそうなんですよね。やっぱりもうクリエイティブだけやってりゃよかったんですけれども、はい、まあ一方でちゃんと自分の身を守ったりとか、うん、約束大事なんだよっていうね前あの YouTuber の IT 弁護士にご出演いただいたことがあるんですけど、はい、やっぱりこの YouTuber やってるって自分がクリエイティブ好きなことだけやってればっていうので、うん、多分夫婦 YouTuber でその後離婚したとこのすごい問題になったりとか、ね、そういったあたりもこう何の契約書も結ばずにこうね、うん、やっててみたいなのがすごくあるみたいです、ね、そうですね、やっぱまあ国変わるとやっぱりその土地のルールですし、はい、まあ、僕らはあくまでも外国人で済ませてもらっているっていう、嫌なら帰ればいいじゃんっていう、そういう世界なので、まあ、この辺りをうまくやっていくっていうところも含めて今となっていい学びになったなって思いますけど、あ、その殻に閉じこもってる状態から、まあ、プラスになるまでどれくらい心の期間としてはあったんですか？3年くらいですかね。3年結構ショックだったんですよ結構ショックでしたね。そのこう絶頂の時に知り合った女性と今結婚したんですけど、はい、おー、はい、今の妻ですけれども、はい、彼女からすると出会った当時は目がもう鋭すぎてめちゃめちゃ怖かった、全然心を開かない人なんだと思ってましたみたいな。日本の方ですか？日本の方です、はい、日本に帰ってこられて、でも山下さんのことはよく知られてたんですか？全然知らない人です。あ、そうなんですか、はい、業界もまるで違う方で、なるほど、なるほど、だからちょっと仲良くなるみたいなこともあるんですけど、今の妻に出会えたので心も
柔らかくなってっていうのがあとはまあ正味多分ちょっと皆さんそうだと思うんですけど、はい、まあ、人気出ると調子乗るじゃないですか人って、はいはいはい、調子乗ってたなっていう反省もできました。落ちないと分かんねえなこれ。あ、少なくとも今はこうねインフルエンサー事業コンテンツプロデュース事業みたいな感じをこう、ね、やられてると思うんですけど、そこはやっぱり当時の失敗って生きてるんですか。いやそうですね、やっぱり守ってくれるのは多分自分なんですけれども、じゃあそこでお金さえ稼げてればそれで OK なのかって言ったら違うなと。人生の中で誰と仕事をするかとか、はい、誰の役に立つかみたいなことっていうのはやっぱりちゃんと考えていかなきゃいけないし、うん、自分だけね広告やって稼いでいくっていうことはもうできるんですけども、うん、それやっても広がらないというか、うん、結局誰にも感謝されなかったりとか、昔は中国で中国の企業さんの案件を受けて中国の若い人に紹介するっていう、うん、まあ、それって日本人じゃなくてもできるじゃんっていうことをやってたんで、なんかせっかくねこんな素敵なファンのベースがあって、うん、僕のことを応援してくれる中国の人こんなたくさんいる中でもうちょっと大きいこと国と国をまたぐようなこととか、まあ言うたらもう若い才能ってどんどん出てくるんで、うん、ネット動画の世界って、はい、で若さでは勝てない、勢いでは勝てなくなってきて、円熟味をね出していかないとちょっと違う角度で勝負していかないといけないなと思ったので、やっぱりこう僕が当時1億にいてすごい人気あった時にこういうサポートしてくれたらもっと良かったのになっていうものがやっぱこう実現しなかったものすごいたくさんあるんで、なんかそういう人たちの気持ちが分かる。なんか逆にそういう人たちが何人もいて、そういう人たちを助けられれば自分の力よりも何十倍も何百倍も大きい力になっていく。この人たちのサポートをしていく、僕のノウハウとか知見とかっていうのをどんどん渡していければ中国に進出したいクリエイターの人もたくさんいるわけなので、うん、その人たちにこう託していくというか、うん、なんかそういうことできた方が結果幸せになる人の総数増えるなと思ったので、そういう風に生きていこうって決めました。今から中国でこう人気者になりたいみたいな人が仮にいるとしたら、どんなアドバイスを最初にしてあげたいですか。待てですね、今はね。今はでも、まあ、政治的な発言とか、うん、歴史的な発言とかっていうのは本当に命取りになるような、うん、一発でアウトになってしまうようなところなので、まあ、そういうのを避けるためにはなんか勉強しなきゃないかなっていうのが本当にありますね。僕も向こうに行って日本と中国日中関係ってなんでこんなこじれちゃってるんだろうとか、日本が学校教育の中で勉強してきた中国との関係と、中国の人たちが学校教育で学んできた日本のとの関係性って、まあ、違うので、なんかそういうのを歴史を勉強して、あ、こういうところで考え方が違うからぶつかるんだなっていうようなことと、あとは中国語もうここの基礎体力になるんで、まあ、ここをなんとかしていかないと、まあ、その先にじゃないとブルーオーシャンは見えないかなっていうふうに思いますね。山下さん自身がそういった方を支援する中で課題に感じていることとか、まだまだ出てないなみたいな思うことってあるんですか。言語ですね、うん、日本の方って日本語で日常生活まかないちゃうので、はい、英語もそうだと思うんですけど、言語できるクリエイターっていないんですよ、うん、テレビマンとかも多分、はい、そうだと思うんですけれども、バイリンガル、トリリンガルのテレビマンってなかなかいない、うん、でクリエイターとか映像クリエイターとかもいないんですよね、うん、やっぱその語学勉強する時間あったらクリエイティブやりたいっていうのがやっぱクリエイターの本音なので、うん、そうなってくると言葉ができないとダメなんですよって言った時にみんな諦めちゃうというか、うん、よしやりますって言ってもすぐ終わっちゃうっていうのは芸能人の方とかもそうですし、うん、やっぱりそこが続かないっていうのが一番大変だと思うんですよ。なるほど、本当に好きなことをしてねこう生きてきて、そしてこうモテて、あとは大事なところをいろいろさらに伸ばしていって、薄いも甘いも、はい、いや本当に人生がよくわかるライフチャートでした。まだ面白い話をたくさん聞いてきたんですけど、はい、山下さん自身が仕事をする上で一番大事にしていることっていうとどんなことになりますか。仕事をする上で大事にしていることはユーモアですね。ユーモア、うん、儲かる仕事って多分たくさんあるんですけれども、うん、結局儲かったはいいけど心が疲弊していくっていうようなことってすごいたくさんあって、で中国とかでも本当にそうです。日本に帰ってきても給料は高いけど、うん、全然心の満足が取れないっていう、うん、心の安全性みたいなバランスがすごい取れないことってすごくあって、なんかそれってやっぱりちょっと僕もしんどいなと思ったんですよね、うん、なんか心がこうすごいダウンした時って何もできないし、はい、頑張ろうって気にならないし、でもそこにやっぱりこう一緒にやっていく人たちがまあふざけてくれ
たりとか、冗談言ってくれたりとか、こうやったら面白いんじゃないかっていう、つまらないことを面白くする能力っていうのってすげえこの時代大事だと思うんですよ。普通にやってったら、まあ、ただの地味なことの繰り返しなんですけれども、その先にこれができたらこういう面白いことが起こるねとか、こんな地味な仕事だけどこういうふうに競争してったら面白いよねっていう、楽しめる力、つまんないことを楽しめるような力っていうのは、今僕が抱えているチームの中でもみんなにはできるだけすぐに接していて、仕事めんどくさいもの多いじゃないですか、はい、まあ、でもその中でも楽しくやろうねっていうところで、まあ、励まし合いながら、いつも笑いが絶えないような場所にしておくとやっぱり人が集まってくれるし、最終的にそこでみんな頑張ってくれるんで、せめて僕がいろんなことを経験した中で楽しくお互い信頼しながら仕事をしていく、それはうち中国のスタッフも多いですけれども、日本人と中国人でも外国人でも、そういうような洗って楽しく仕事できる環境作りっていうのはしていかないと、やっぱり心が燃え尽きちゃうんだなっていうのはやっぱり僕もすごく感じるので、そういうのは今本当にここ 1,2 年は特に大事にしてやってますね。あ、真面目すぎましたね。いやいやいや、確かになんかユーモアで締めた方がよくて見てる人がシュールを許さないかもしれないですけどね。本当にね、我々こう好きっていうのをね、仕事の一番大事なところにして、そしたらねこうスキルに変わっていって、いろんなことできる、細かいところをね、こうテクニックでみたいなところだけでもね、金儲けしてもしょうがないじゃんっていうところを大事にできたらなと思ってるんで、山下さんの話聞きながら見てる人も一緒に仕事好きになっていろんなことやろうって思ってくれたらいいなと、本当に心から思いました。ありがとうございます。はい、本当に本日は貴重なお話をたくさんありがとうございました。ありがとうございました。今回の学び、国が違えばルールも違う、契約書などしっかり確認することが必須。グローバルビジネスで成功するには相手の文化、言葉をきちんと学ぶことが大切。つまらない地味なことに楽しさを見出し、笑いながら仕事することが成功の秘訣。相手や相手の国にリスペクトを忘れないことがグローバルで成功する鍵ですね。私も真面目に締めてしまいました。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは様々なゲストの皆さんから仕事のスキルにつながるようなノウハウや考え方を伺っています。動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録、コメント、高評価の方よろしくお願いします。中国に向けてビジネスをするっていうのは、いろんな経済のエコノミストが言ってるのは、まあ、5、6年で中国ちょっと下手ってくるんだろうって話をしていて、でその次みんなどこを見てるかっていうと、中国に対して物を売るんじゃなくて、中国の人を組んで東南アジアに持ってくるっていうところが次の市場になるだろうっていう話をしていて。